奥様は、はい、細川さんの髪の毛が地毛だと思ってらっしゃるんです。まあ一応地毛ですから、まあ、年々こうこっちこう上がってくるので、ただね最近白が増えてるんでやたらあのこう、まあ、しょっちゅう染めているんです、テレビが多いとね、最近あの、まあ、テレビ今日来てますけどね、あまりにもね、なんていう鮮明度が良すぎて、昔はね多少分かんなかったんで、最近この辺にもちょっと 2,3 本白があったら、最近ね眉毛まで白髪になるの知ってる？みんな、まあ、普通はその白髪って剃らないんですよ。いや剃らないけど、でも師匠剃っちゃうんですよね。いや剃るけど最近染めたからね、眉毛はね剃るわけいかないだろ。眉毛はね爪楊枝でねこうあの染めるやつもね、こう最近それがやたらうまくなってね、おね、師匠の TikTok に載ってますもんね。あ、そうそう、なんかなんだ今言った、TikTok、 おあれすごいよね、一番見たのがね染めたんですよ。染めてじっと20分ぐらいこう待ってるやつがね一番みんなが見た、まあ、見る人の気持ちよく分かんないよね。ハマるんですよ。ただねやっぱり、やはりあのこの髪を保つっていうのはね、あの毎日毎日が大変だし、やっぱりもう1週間に一遍で染めなきゃいけないしね、その気遣いはね大変ですよ。まあそれはずっとね丸坊主してしまえばね、もう全然染めなくていいしの。いや多分丸坊主しても多分生えてくるのは生えてくるんで、いやそれもいい、毎日剃らない、お坊さんだけ全部剃っちゃえば、あんま変わんないじゃないですか。あ、そう、はい、もう未来のツーブロック続けてください。いや、そうなると楽だと思うんだよね、はい、ただまだ70ですから、うん、まあ、あと85になったらもうこの丸坊主にしようかと。そしたら楽だと、朝起きてもね。そう思わないですか、カメラマンさん。毎日拝まなあかんくなりそうなんで、ね、やめてください。拝む、はい、やめてください。神のような存在になりそうなんで、まあ85歳まで熱中してたら神でもいいんじゃないかな。そんなきゃいけない。だから龍さんが毎日温度を剃ってくれた。わかりました、ちゃんと綺麗に。バカになる。髪の毛の手入れは奥様がやってらっしゃるってことですか？いやいや、もうだって自分でやります。それはご自分で、ご自分で、はい、奥様にやっぱ触らせないように。いや、そういうこともないけど、普通触んないじゃないですか、みんな。触る？自分とこの女房。触んないと。触んないだろ、普通。普通に触んないでしょうな。そんな、大丈夫とか言ってね。一回も触ったことはない。触ったことないです。これ見るとこ一回も触ったことない。触っちゃいけない。まあ、おー、触っちゃいけない。